どうもゴミです。今日はね、女性の生理には逆らわない方がいいという話をね。っていうのも、私昨日食べたもんがね、1時サイゼのランチ、17時ミスド1個、22時ミスド2個、深夜2時油そば2杯2玉。いや、これね、1玉だけ食べて終わりにしようと思ったんだけど、なんか足りないなと思って、1杯食べてもう1回お湯沸かして茹でてもう1杯作って食べて寝ました。で、今日2時餃子12個ご飯大盛り、8時普通の唐揚げ弁当と、あと単品の唐揚げ10個入りも頼んで、普通に唐揚げ弁当食べるじゃん。それだけだと足りないんで、その単品で買った唐揚げと、あとご飯で今に至る。まあ一昨日もこんな感じでね。あの PMS ってさ、生理前に過食したり、まあ過眠だったりイライラしたり、で、私も2、3年前に PMS めちゃめちゃひどくて、産婦人科行って薬もらってたぐらいなんだけど、なんか最近ね、生理前の過食だったはずが、生理後に来たり、あと生理前とか生理後とか全然関係ない時期に来たり、なんかもうめちゃくちゃになってんだよね。そんで私、まあ、20歳ぐらいの時は、生理痛が全然なかったの。で、その当時、バイトの先輩が、すごい生理痛重いっていつも言ってて、バイト中もすっごい辛そうにしてて、しょっちゅうその裏に引っ込んでたりしたのね。それを見て、うわー、かわいそうだな、私全然痛くないけどな、なんて思ってたんだけど、25くらいからすっごいね、ひどくなったの。もうロキソニンないと無理ってくらい。で、宇佐谷パイセンもさ、最近ニキビの原因が小麦アレルギーだった、もう目から鱗だったみたいな動画を出していたんだけど、そういうアレルギーとかも同じで、大人になってからアレルギー来ることもあるじゃん。それと同じで、体の様子もだんだん変わってくるんですよね。女の体の作りっていうのは理屈じゃないので、こういう欲求にあんまり逆らわない方がいいと思います。で、私はもう生理前とか生理後とか何でもない日とか関係なく、もういつ過食期が来るかわからないんだけど、それがさ、永遠に続くと思うと怖いじゃんか。でも必ず5日とか1週間ぐらいで自然に収まるのね。永遠に続くことはない。その後同じくらいあんまり食べなくてもいい時期が来るの。だから自然にそうなってるし、変に我慢したりしなくて、あー、またこの時期来たかと思って、もういっぱい食べるのを楽しんじゃえばいいんですよ。だから私が30代40代になった時もまた体の体質が違ってくるんだろうし、まあ体の声を素直に聞くのが体にとって一番いいんだなと最近すごく痛感しております。だから変に、私はずっと生理痛ない体質だったから大丈夫だとかって思い込まない方がいいですね。